皆さんごきげんよう、ドイコーシーです今日はクリスマスや誕生日などに男性にちょっと高級な筆記具をプレゼントするためのアドバイスをお話ししていきますよぜひ最後までご覧になって素敵なプレゼントを成功させてみてくださいねまず最初に女性の視点からするとなぜ筆記用具なんてプレゼントするのと思いますよね 筆記用具なんてどれも同じじゃん書ければいいんでしょって思いませんか100円ショップでも書き味のいいボールペン売ってるよと思いますよねでも男性の皆さんそれって違いますよね男性からすると靴や腕時計そしてスーツなどと同じように高級な筆記具って仕事をする上でのステータスになりますよね 近頃は会議の際にパソコンでメモを取る方も多いと思うのですが手書きでちょっとしたメモを取る時などに取り出すペンは目立つものですし大切な商談の際の契約書にはしししっかりとたたペンンででサインしたいものですそして何よりスーツの胸ポケットトにに挿ししててアクセンいいる方も多いですよね高級筆記具はプレゼントすると実際の仕事の場で使ってくれる機会が多いプレゼントです。 大切なあの人が自分のプレゼントした筆記具をスーツに刺していたり仕事の際に使ってくれていたら嬉しいものですよ。女性の皆さん男性って女性がアクセサリーにににここだだわわるよよ。う筆記用具にもこだわりを持つ方が多いんですよ靴や腕時計と同じように様々なブランドがあるので何を贈っていいのかわからないという方に今日は外れのないブランドをご紹介します。 ではまずはじめに筆記具の王様モンブランというブランドをご紹介しますモンブランはものすごく有名なブランドで多くの著名人たちが使っている憧れの一品ですがこれを送るときには少し注意が必要ですその理由は簡単ですボールペンは1本5万円くらいしますちょっといいものになると10万円を超えます 簡単に言うとティファニーやカルティエブルガリといった高級品と同じようなものなのでもらったらとっても嬉しいのだけれどももらった方はいろいろなことを考えてしまうので長年連れ添った旦那さんや結婚を考えている男性にプレゼントした方が良いと思いますよ。次はペリリカンンでですすすす特におすすめなのがスーベレーーレというシリーズです ペリカンはキャップのところがペリカンのくちばしのような形になっているので遠目でもあペリカンさしてるなというのがわかりますまた先ほどのモンブランは軸の色が黒が多いのですがペリカンスーベレーンは様々な色があるのでお相手に似合った色を選んであげるのも楽しいですよねこのシリーズで一番人気があるのは緑なのですが個人的に男性のプレゼントにおすすめしたいのは グレーストライプですペリカンは大きさも小ぶりなものから大ぶりなものまで様々あるのでお相手に合ったものを2万円くらいから4万円くらいまでで選ぶことができますちなみにお揃いにしても楽しいですよ3つ目のブランドとしておすすめしたいのはウォーターマンです世界で最初に万年筆を作ったメーカーとしても有名です ウォーターマンの特徴は全体的に丸みを帯びたシルエットでモンブランの高級感、ペリカンの質実剛健さに比べてとてもおしゃれな雰囲気が漂ってくるブランドです。少し華やかな雰囲気を持った男性に似合うシリーズが多いですよ。1本1万円から2万円くらいで良いものが手に入ります。ここまでモンブラン、ペリカン、ウォーターマン、 の三つのブランドをご紹介してきましたがこの三つのブランドでしたらおそらくもらった男性は,はいいね嬉しいなと思ってくれるはずですし相手の年齢に関係なく若い方からご年配の方まで持っていて恥ずかしくないブランドですモンブラン、ペリカン、ウォーターマンは価格帯が少しずつずれているので相手の男性との関係やどういったプレゼントなのかによって使い分けてみてくださいね そして、ちょっと気をつけたいのは、パーカーです。パーカーは、きっと一番身近な外国製の筆記具メーカーなので、女性も知っている方が多いと思います。しかし、パーカーは、一言で言うと、ピンからキリまであり、一本千円から一本七万円ぐらいまであるんですね。一番高級なシリーズをデュオ・フォールドというのですが、これでしたら、大切な方への贈り物になりますが。 ちょっとお手頃価格なものを男性に送るとうんちょっと違うんだけどなという顔をされてしまうかもしれませんパーカーのお手頃な価格帯のものは仕事を変わってくれた人へのお礼や後輩などへのプレゼントに適しているかなと思います 一般的に女性としてはこの4ブランドを TPO に合わせて使い分けていけばいいと思いますがもっと個性を出したいあなただけに渡したいのという方に向けてもアドバイスしていきますね。一つ目ががビスコンティーーですすこれれは他のメーカーにないおしゃれさがあります なぜかというとこのビスコンティという会社は万年筆が大好きな人が自分のために使った会社のためデザイン性がとても高くゴッホの作品とのコラボレーションなどが有名です。あなたただけの1本を送りたいという方は是非選んでみてはいかがでしょうか。ちなみにビスコンティは女性にもとっても人気がありますので男性だけのプレゼントでなく贈り合っても良いと思いますよ。 もう一つファーバーカステルにも触れておきましょう世界で最初に鉛筆を作った会社です例えば時計でオメガのスピードマスターを宇宙飛行士が使っている時計なんだよなどというようにエピソードで大事にする男性って多いですよねファーバーカステルも世界最古の筆記具メーカーということでエピソードを持っています ファーバーカステルは伯爵コレクションシリーズが有名で天然の木材を取り入れたペンで使えば使うほど味が出てくるので自分好みに筆記具を育てたいという方におすすめです。1本7万円ぐらいしてモンブランに匹敵するものなのでここぞという時にチョイスしてみてはいかがでしょうか。最後に筆記具のプレゼントには大事な注意点があります。 それは高級筆記具というと万年筆やローラーボールペンそしてボールペンがありますが万年筆やローラーボールペンは現在すでに日常的に使っている相手に対してはとても喜ばれるのですが日常的に使っていない方にはどうやって使っていいのか難しくしかも慣れが必要な筆記具なのでボールペンをおすすめします。また 文房具がとっても大好きという方はこだわりが強い方が多いので好きなブランドをを聞いておおくことをおす,すめします女性が考える男性へのプレゼントに筆記具という選択肢はあまり浮かんでこないかもしれませんが男性にとっては大切なアイテムの一つですし基本的に何本あっても気分によって入れ替えられるものなのでとっても嬉しいものです。 何よりも季節を問わず使ってもらえるものなので男性の仕事を応援する意味でもあるのでぜひプレゼントの1つに加えてみてはいかがでしょうか。